うるせえ、やっから。だからぼっちなのよ。ラボさんの独り言。政治は山本丸丸先生に任せて日常の話を話します。健康食品、テレビショッピング。こんにちは、ラボさんです。今回は健康食品、テレビショッピングの話をします。昔テレビのコマーシャルは家電か自動車、お酒、タバコ、さまざまなコマーシャルがテレビで流れていた。今はどうだろう。タバコは壊滅的、家電もあまりコマーシャルを出さなくなった。ひどい時間だと制作関係のコマーシャルが流れる。それだけコマーシャルが厳しい状態だ。健康食品、テレビショッピングがコマーシャルだけでなく番組として成立している。どういう話かといえば、もう軽んですね。今だけ30分だけの割引です、よろしくお願いします。で、何年同じ値段なのよ。最近はやり方も巧妙で、芸能人を使い値引き交渉まで演出する。健康食品、素晴らしい効能があるなら薬局、スーパーなどでも売ればよい。買いに来てもらった方が運送費がかからんだろうに、簡単な話だ。環境に配慮の会社が個別に運送して矛盾ではないのか。もう一つ、テレビショッピングで家電を下取りは苦肉の策なのだろう。しかし不要品を買い取って、その不要品はどこに行くのか気になる。的確なリサイクルなら素晴らしい購買方法です。ラボさんの独り言、今回は以上になります。ありがとうございました。この道は2022年、北海道宗谷岬から日本海側道南に続く道です。因果応報。